2023年7月17日、ウクライナ軍のチェレバキ報道官がロシア軍がハルキウ州クピャンスクからドネツク州リマンにかけての方面20万人以上の兵力と、戦車900両以上、榴弾砲555門以上、多連装ロケット砲システムマース370両以上を集結させたと指摘したね。そのことに加えて、さらにシルスキー陸軍司令官が、ロシア軍がクピャンスク方面において攻勢を開始した可能性があると述べているぜ。さて今回はロシア軍がクピャンスクなどで攻勢に転じている可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。チェレバキ報道官は今月3日にもウクライナ東部28万人以上のロシア兵が存在しており、空挺部隊、機械化部隊、ドネツク人民共和国部隊、ルガンスク・ルハンシク人民共和国部隊など120以上の部隊がクピャンスクからリマンにかけて展開しているほか、バフムートにも5万人以上が展開しているとしていたよ。西側諸国においては現在ウクライナ国内に展開しているロシア軍の兵力を20万人以上と見積もっており、その半分以上が先月からウクライナ軍が反転攻勢をかけているドネツク州南部やザポリージャ州及び、ヘルソン州などに配置されていると見られているけど、クピャンスクからリマン方面に兵力を集中させていることが南部方面への牽制であるのか、あるいはロシア軍が再びハルキウやイジュームなどのハルキウ州の制圧を目指しているのかについては不明とされているんだ。あるいはロシア軍が再びハルキウやイジュームなどのハルキウ州の制圧を目指しているのかについては不明とされているんだ。このクピャンスク方面でのロシア軍の動きについてはウクライナのマヤル国防次官も触れていて、16日にロシア軍は2日連続でハルキウ州のクピャンスク方面において積極的な攻勢を仕掛けており、両軍の間で激しい戦闘が発生しているとした上で、この方面での前線の位置は何度もダイナミックに変化しているとして戦況が目まぐるしく変化していることを指摘しているね。さらにウクライナ軍のシルスキー陸軍司令官もまた、ロシア軍が我々ウクライナ軍の攻勢を止めるためバフムート方面に追加戦力を投入していて、それと同時にクピャンスク方面でも攻勢を仕掛けており、この地域における我々の防衛ラインを打ち破って奥深くまで前進することを目標にしているとして、自らリマン方面に赴きこの非常に困難な状況の中で、私は現地の指揮官と協議して問題の解決に努めた上で、リマン方面の状況を安定させるため必要な全ての措置を講じたと述べたぜ。クピャンスク方面で攻勢に出ていることについてロシア軍側からの情報として、ハルキウ州を南北に流れているオスキル川沿いの森林地帯を南下してクピャンスクに迫る動きがあるとするものと、幹線道路 P7 沿いにあるルハンシク州のノボセリブスケに東側のクゼミフカから攻勢を強めているとするものがあるが、これらの地点でロシア軍が攻勢に出ていることは特に新しい情報ではなく、実際に戦闘が激化しているかどうかについては不明とされているな。ただ、ウクライナ側でシルスキー陸軍司令官、マヤル国防次官、チェレバキ報道官が口を揃えてロシア軍の動きに警戒感を抱くコメントを発信していることから、クピャンスクからリマンにかけての戦線において何らかの変化が生じている可能性があるとの見方が広がっているらしいぜ。チェレバキ報道官が言及した18万人以上というロシア軍の兵力には南部司令部が担当しているヘルソン州、ロシアが実効支配を固めているクリミア、自由ロシア軍団が再侵攻する可能性が大きいとされるロシア領のベルゴロド州、クルスク州、ブリャンスク州などの各州、それにベラルーシに駐留しているロシア軍部隊が含まれていないため、ウクライナ軍が備えておかなければならないロシア軍戦力の総数はさらに膨らむものとみられるよ。その一方で、ドネツク州南部からザポリージャ州にかけて攻勢に出ているウクライナ軍部隊は、少しずつでありながら着実に前進していることが伝えられていて、ウクライナ国防省報道官が18日に明らかにしたところによると、ドネツク州西部にあるスタロマイオルスコエにまでウクライナ軍が到達して、ロシア軍との間で市街戦が始まったことを明らかにしたとしてウクライナメディアが伝えたんだ。同集落は反攻のドネツク州と南部ザポロジエ州との州境に位置しており、
ウクライナ軍の奪還目標都市の一つであるアゾフ海に面する港湾都市マリウポリまで 80km にあり、ウクライナ軍が徐々にではあるものの着実に前進していることが示された形となっているね。このことについてはアメリカのシンクタンクである戦争研究所も、ウクライナ軍がスタロマイオロスコエ周辺に進出していることを16日に確認したとして発表していたよ。ウクライナ軍においてはザポリージャ州方面での反転攻勢によって、アゾフ海まで南下して打倒することで、現在ロシア軍の支配下にあるロシア本土からドネツク州とザポリージャ州を通過して、ヘルソン州からクリミア半島に通じる陸の回廊を分断し、ヘルソン州及びクリミア半島に駐留しているロシア軍の補給を困難にすることで、ヘルソン州のドニプロ川以東の非占領地域の奪還につなげる戦略だとされるんだ。ただ、昨年のヘルソン州におけるドニプロ川西岸地域を奪還して以降、ロシア軍が構築していた強固な防衛線と地雷原に正面から当たることになったウクライナ軍は、当初の想定よりも慎重な前進を強いられているぜ。シルスキー陸軍司令官も18日に放送されたイギリス BBC 放送とのインタビューにおいて、ドネツク州からザポリージャ州にかけてロシア軍が構築した防衛線と地雷原を突破するのは容易ではないと説明した上で、昨年のハルキウ州での反転攻勢のような早期の成功は現実的に不可能だと述べて、現在取り組んでいる反転攻勢は長期化する見通しであることを示したよ。また、アメリカ軍の制服組トップのミリー統合参謀本部議長は、18日に開催された記者会見において、ウクライナ軍の反転攻勢が当初の想定よりも遅れているとされていると見られているほか、ロシアのプーチン大統領がウクライナの反転攻勢は失敗に終わったと主張していることへの質問に対して、ウクライナ軍はロシア軍が濃密にばらまいた地雷原をゆっくりと慎重に、着実に突破していると指摘したな。その上で事前の図上演習ではある程度の前進が予測されていたが、これは現実の戦争であり演習ではなく、現実に部隊に死傷者が発生することで部隊の動きが鈍くなることはよくあることで想定内だであると指摘して、ウクライナの反転攻勢は失敗とは程遠い状況であり、そのような判断を下ろすのは時期尚早だとした上で、今後も多くの激しい戦闘が発生することが予想され、ウクライナにおいては長期的に血みどろの戦いが続くとの見方を変えていないと語ったぜ。プーチン大統領がウクライナ軍による反転攻勢作戦が失敗であると切り捨てたのは、16日ロシア国営テレビが放送したインタビューの中のことで、大統領は我々が築いた防御線を突破しようとするウクライナ軍の試みはこれまで全て失敗に終わったと主張したんだ。ウクライナ軍が西側諸国からの戦車などの兵器支援によって新たに編成した、機械化旅団機甲旅団を中心とする6月上旬に始まった反転攻勢はここまでに約1ヶ月半が経過したよね。しかし、ウクライナが奪還した非占領地の面積は全体のうちのわずかな面積とされており、プーチン大統領の言葉はロシア側が事前に構築した強固な防衛網に自信を示した格好となったってわけ。また、ロシアはこの攻勢の際に、ドイツ製の主力戦車レオパルト2など西側諸国が供与した兵器を破壊しているほか、鹵獲にも成功していて、プーチン大統領はそれら鹵獲した兵器を分解して設計などを分析する、リバースエンジニアリングという言葉があるとインタビューの中で説明し、鹵獲した兵器から北大西洋条約機構NATO諸国の軍事技術を解析し、ロシアがコピーする方針であることを示唆したぜ。しかしながら、供与した西側諸国では鹵獲されることは想定内であり、ロシアに研究されて困るような新技術は搭載されていないと見られ、プーチン大統領の言葉は脅しにならないと言われているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。